はい、どうも、くまです。ドラクエウォークやっていきたいと思います。やっとですね、魔力の宝剣出てくれたので、これを使ってね、試してね、見たいと思います。魔力の宝剣。まあ、ヒャドですね。まずヒャド。ヒャドですね。ゴールデンスライムをね、まず倒してみたいと思いますが、まあ、スライムジェネラル入れて、スライム特攻をね、上げてっていうのね、感じでございます。この魔力の宝剣、やっぱり一番はね、こう、三属性のね、スキルがあるので、まあよく、こう、グリンガムの無知のね、上位互換みたいなね、感じで言われることも多いと思うんですが、まあ、会心ラッシュがね、どんな感じになるのかっていうのも、見ていきたいと思いますが、さあ、ゴールデンスライム、どれぐらいね、一撃で出んのかっていうのもね、試したいんですよね。結構このゴールデンクレイモアか。クレイモアが全体のジバリアのね、ダメージでもやっぱ会心必中があるんで結構ダメージ出るんですよね。こう単体のね、メガモンとか、まあ、単体のこう、ホコラとかでも全然全体こう、攻撃なんだけど、単体武器と変わらないぐらいダメージがやっぱり会心必中があるのでね、出るんで、まあそれぐらいのインパクトがあんのかっていうね、ところも見ていきたいんですけども、どれぐらい出るかね。でもね、僕ヒャド単体とバギ単体を持ってなかったんで、まあ、結構ね、ガチャは、天井まではいかなかったですけどね、なんとか引けたんですけども、さあ、気合痛みして。そうだね。超気合痛みがないからね。向こうは、ゴールデンクレイモアは、会心必中があるから、もう相当なね、相当なダメージが出るんですが。よっしゃ、研磨合意出ましたよ。行ってみましょうか、フォースブラスト。行きましょう。やってみせろ。ヒャドの、ヘルバトラだね。13万。いいダメージですね。13万。でも、なんだろうな。13万って結構なダメージだと思うんだけど、銀河の剣見ちゃってるからか、なんだろうな。そんなダメージ出てないような気もしちゃうんだよな。でも、十分強いですよね。強いと思うんだよな。さあ、会心ラッシュも出てほしいな。これでやっぱりダメージ受けたりとか、スキル使ったりで、ゲージが上がってくので、これ3になってるから、3回会心ラッシュが入るってことだよね。さあ、会心ラッシュ出てほしい。いいよ、ヘルバトラー。1万5000。1万5000もなんか物足りなく感じちゃうんだけど、オッケー、追撃。2500、3127、4000。まあ、3回で、まあ、約1万ぐらい上乗せされるって考えれば、まあ2万5000ぐらいのね、ダメージは出てるから、強いですよね。面白い武器ですよね、でも。この会心ラッシュが、ダメージがこれ、どれぐらい上がるのかな？マックスになったらダメージが上がるとかでしたっけ？とりあえずアンコールしていきましょう。オッケー、研磨こいつ？研磨こいつから？これもう心のセットもあるか。約3万ダメージに、フォースチャージで、出ないか。お、出た！出た、追撃。お、え？結構出てるよ。約5000、約6000、約7000、2万近く出てるよね。いや、そう考えると全体で4万ぐらい出せてるのか。合計で。1万8000。これ、研磨合一も乗るのか。そうだよね。この感じだったらやっぱり、追撃のこの会心ラッシュあればプラス1万ぐらい乗るから、まあそう考えたらやっぱ強いっすね。で、研磨合一になればその分乗るわけでしょ。上乗せされるわけでしょ、ダメージが。どう？なんかインパクトはなんか個人的にはゴールデンクレイモアとかのがやっぱ会心必中があるし、魅了が入ったりとかもするから、
なんかインパクトは個人的にはゴールデンクレイモアのがあるようなね、気もするんですけど、いや、すごい強いと思いますよ。で、しかもこれ解除してくれるわけでしょ、相手の。状態変化というか、1万7000?いいか、約1万1000ですよ。まあ、そうか、これ4ターンでね。4ターンで会心ラッシュが切れちゃうんだね。そこだね。ずっと続くわけじゃないんだもんね。そっか。ちょっとあれに似てるんだね。キラマ2の武器にね。ランダム性があるっていうところで面白いですけどね。キラマ2のね、爪はあれは全体でね。しかも追撃みたいなのね、ありますからね。それに似てる感じっすね。でもこれ、ヒャド弱点、もしくはバギ弱点には、まあ、一歩持ってくでしょうね。強いよね。ゴールデンスライムもそんなに苦じゃないからね。そんなに苦にしてね、やっぱりこう、解除してくれるからね。OK、倒せました。うん。強いよ。このやっぱ会心ラッシュ、やっぱこのね、あと、ボイス付きだったりね。やっぱモンスターズのね、やつですからね。さあ次はバギー行きましょう。バギーなんで、まあこんな感じです。はい。で、ギルギッシュがいたんで、ギルギッシュを倒していきたいと思います。はい。ピサロナイト出たんでね。ピサロナイト早速入れておりますが、まあバギーはアップと。はい。で、ドラゴン特攻という感じですね。ギルギッシュなんで。さあ、見ていただければと思いますが。バギーもね、いや、僕はね、こう、やっぱりヒャドウが一番上に来てますけども、隠れたこう、目玉は、僕はこの、バギーだと思ってるんですよ。バギーの、このコーマ複合、いや、強くなったじゃないですか。だから、ボルケーノウィップとか、もうすごいこう強くなったし、そう考えたらね、これ息長いんじゃないですか、このバギのコーマ複合。相当強いと思うよ。これでもそっか。4ターンだけなんだもんね。会心ラッシュは4ターンだけなんで、本当だからバイキルトとかと組み合わせた方が本当はいいのかもしれないですね。そうだよね。これ捨て身かけて、こう、ね、気合痛めやって、なんていうのも、なんかこう、2ターン無駄にしちゃうんだもんね。もったい、あれ?そうだよ。しかも俺、いや、ミスったな。気合痛めないんだよな。心でそう、気合痛めれんの忘れちゃった。これがだからすごいもったいないってことだよね。ここがね。そっか。バイキルト持ってないんだよな。バイキルト持ってないんだよ。持ってないから、持ってる人なんかはすごいいいと思う。すごいいいと思う。すごい強いと思う。三属性あるからね。で、しかも、デインの一応全体もついてるし、いきなりスキルで、この会心ラッシュが入るので、普通のスキルでも出るのかな?ちょっとやってみる?バギーだから何、何なんか、まあ普通に攻撃してもいいんだけど、どうしようかな。どうしようかな。そう、気合痛めないんだよ。気合痛めないから、まあとりあえずだから、試してみましょうか。よっしゃ。これバギーだよね。オッケー。これでも、会心ラッシュが出るのか。よいしょ。出るね。もうめちゃくちゃいいじゃん。めちゃくちゃいいじゃないですか。え、強いね。だからあれだね。これ狩りでも変な話、こう、デインの全体スキルがあるから、会心スキルありで、24000円。約2万5千だね。おっしゃー。いい感じで会心乗るね。こ
これマックスがなかなか行かないな。マックスに早く行ってほしいんだけどな。マックスだと4回でしょ、四天王ですから。さあ応援やって、気合いためないからね。これもう次も点滅しちゃってるもんね。だからこの捨て身やったりとかっていうのもったいないから、どん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 こうバイキルトとかかけて攻撃していくような武器ですね、これはね。オッケー、6万。で、ここで、あれ乗るわけでしょ、追撃。むちゃくちゃ強いじゃん。プラス2万ぐらい、2万近く出てるでしょ。だからこれは本当に、上級者の方で、オートで、本当にガン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 削っていくみたいな人は、むちゃくちゃ強いかもしれないですね。会心のね、追撃もあるし。これはいいかもしれないね。そっか。面白い武器だね。なんかいろんなところで使えそうっすね。だから狩りだって、変な話、こう、デインがね、そんなダメージ出せなくても、出せない環境でもこの会心があるわけだからね。一匹残っちゃったみたいな時もいいよね。4万ダメージ。やっぱ火力は出るね。いや、次のメガモンでどれぐらいさらに出るか。すごい楽しみだね。めんどくさい敵にはね、こう、ヒャドで、解除もね、状態変化、解除してくれるわけですから、いいんじゃないですか？さあ、これがラストになるかな？ 2 万5000。そうだ、もうこうなるともう、追撃ないからね。そこが残念ですね。4ターンってあっという間なんで、そこはちょっと注意をしなきゃいけないところかなっていう感じですね。っていう感じで、ちょっと使ってみました。はい。またよかったら次も見てください。それじゃまた。